記述を書こう2014年までは単元別の問題集として使っていくのがいいのかなと思います答えなんかどうでもいいんですよマジで さあ今回は共通テスト数学の勉強法と解き方ということでですねお話をしていきたいと思いますまあ、実はね過去にもこういった動画出していて、まあ、さらにもっと昔ですねもう4年前5年前ぐらいだったかなセンター数学のですね解き方勉強法なんていうのもですね動画にしていたんですねでまあ今回の動画はそれのアップグレード版だと思っていただけるといいのかなと思いますまあ、内容はですねかなり似てる部分もあるんですけれどもまあ、ここ数年ですね私も実際の試験会場共通テスト試験会場に行ってですね数学を解いてですね えー、まあライブ配信で解説をしたりとかしていたので、まあ、やっぱり、ね、その試験の時に感じた雰囲気とかですねこう思うことっていうのもですねちょっと皆さんにお話しできたらななんていうふうに思います。はいでえーとまあ、数学 だけけのお話をずっとしていくんですけど最後にはですねもう共通テスト全体を通したあのまあ何て言うのかなこう取り組み方って言えばいいんですかねあの当日の過ごし方みたいなところまでお話ができたらなと思います。でまずですね、まあ、勉強法の話を先にする前にですね解きき方の部分から簡単にお話をしていきたいいたと思います、えー、まずねもうここの部分を意識するだけでもおそらくね5点とか10点とか下手したらね20点30点ぐらい伸びる人もいるんじゃないのかなと思っていますので、えー、解き方について いてですねまずはお話をしていきたいと思いますこっち行きましょうはい、えー、バババババ,バッと書いてるんですが結構ですね聞き慣れない言葉とか見慣れない部分もあると思いますので順番にね説明をしていきたいと思いますまず共通テストでねこの共通テストを解いていくときにめっちゃ大事なことです記述を書こう 本当にねこれをみんななやらない記述を書くってことを意識してくださいえどういうことだといやいやもう共通テストっていうのはマーク式やぞと、ね、あんなも答えが合ってればええやんけとだからもう記述なんかいらないじゃんっていうふうに、ね、思う人が結構いるんだけれどもえ、ね、実際そうじゃないんですよ。でどういうことを言いたいのかっていうと、まあ、こうやってさ問題冊子があってさ「ね、第何問」とかってこう書いてあって、まあ、問題文がバーッとこうあってさ ここにあーとかいいとかってこうなってるわけじゃないですか。ああとかこうなってるわけでしょ。でまあこの辺にこう余白があったりとかするわけじゃないですか。なんかねやっぱりね点数があまり高くないその解き方を見ていると、もうねもうここに計算し、ここに計算、ここに計算もうこの辺に計算みたいな感じでもう結構ねバラバラめちゃくちゃな計算してるんでね。なんかもう人によってはなんかもうこの辺こう見切れている人がいて。 え、これ続きどうしたのいやこの裏にやってますピラッみたいなねなんか裏にやったりとかねなんかそんな感じで解いてる人がいるわけですよだけどさ普段みんなが数学のねこう問題を解くときって例えばこういうノートがあったとしたらさ普通にこういうふうに記述書いていきませんこんな感じでだよね。 なので共通テストの時もやっぱり解き方は変えちゃいけなくって同じように解かなきゃいけないわけですよだから、まあ、2分割もう僕はいつも3分割でやりますけれども2分割か3分割してちゃんとね普通にいつも通り記述を書いて解いていくっていうのを意識していてほしいなと思います。で当然ね、まあ、こんなところはねあの加点の対象に何もならない別に部分点がもらえるわけでもないから自分が分かる記述でいいです自分が分かる記述。例えばだけれどもあの n が正の数だったのならばね n が正とかこういうのでいいわけですよね、何でも何でもいいですよなんか予言定理を使うんだったら丸よとかね丸よよりとかね、えー、こういうふうな自分がわかる記述で構わないから最低限の記述を書いてちょっとね解いていってほしいなと思いますでねなんでねこれが大事なのかっていうとまずはこういうふうに普段通り解かないからあのミスが出るんですよ っていうのもあるし、ちゃんと試験円形していけば気づけるところが、まあ、独特の問題文の書き方をしていたりとかする関係でいつもとなんか違ったように見えてしまうんだよね、まあ、そういったところでミスが出てきてしまうのでちゃんと記述書いていこうであとよくあるのがもうこういう場面ですよ。まあね、こう問,題問題用紙があってねこう書いていくじゃないですかいろいろ書いていくわけですよで書いていった時にですねあの、間違えたりとかするわけですよねで間違えた時にこ色までこう。 決してねまたこう後からいろいろ書くんだけれども、えー、書いていった時にさあのあ、さっき書いてたやつが合ってたとかもあるでしょだからねこう記述を書くってもそうなんだけれども消しゴム使わないでください消しゴム NG です消しゴム NG あのマークシートの時は絶対消しゴム使ってくださいこう当たり前ねマークシートの時には消しゴム使うんだけど記述書いていてもし間違えたなと思ったらバツってやってまた新しい記述書いていきなさいでそううすればあのなんていうのこのこ もしね万が一この消した部分が当てたとしても後から戻っていけるからね。であとはさなんで記述書いてほしいのかっていうと、まあ、よくあるのがさこう解,いて解いているとさわーって解いていてねなんかこう答えがここに AO とかあってさここに当てはまる数字を書きたいわけでしょ。でわーって解いていてよし答えだ AO は何かな ?x=8 イコール8とかねみたいな感じでこうなんかあの全然。 合わわなかかったりとすするわけですよねでこの時に自分がどういう解き方をしたのかっていうのを丁寧に書いてるとどこでミスったかっていうのに気づけるからそういった意味でも記述は書いてください。もうね 本当にやってなないみんな普通いつも通り解けばいいのになかなかね皆さんねそういったことやらないんですよね。本当にね僕が解いた後見せたいですね。あの僕が解いた後って普通にこうなんだろうな普通の問題集で普通の問題解いてるかのようにね解いてますので,で多分数学できる人はね結構そういう解き方してる人が多いと思うんですよ。あのよっぽどねもうなんかもう毎回毎回満点か1ミスですぐらいの人はねなんかちょ,ちょろ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 って書いていけばねパッパっッパッて答え出ちゃうんだけれどもそうじゃない人はなるべくねあの記述を書くってところをひ意識していってください。でもう一個は はね、これ同じじような感じな感んだけど図を何個も書いいてください図は何個も書きます図形問題あの図形と計量の問題とかねあの図形の性質の問題とかベクトルの問題とかで図形に出てくる問題あるじゃないですかであの時にもう図1個しか書かない人とかいるのねなんか三角形があって外接円があってみたいな問題があって、まあ、こういうのがあったりとかするわけじゃないですかね。で 問題解いてるとさ出てくるじゃん角 ABC ここの角度がさ、うん、90度とかっていうふうに出てきたりとかするじゃないですかでその時にさもうどう考えても AC 直径じゃないですかにもかかわらずなんかねこのまま、うんなんか「よいしょ」とかでなんか90度マークとか入れたりとかする人いるわけねこういうのやめよういい。 こういういうにね図をねある程度きれいに書かないから見つかるはずの掃除も見つからないし見つかるはずの合同も見つからない二等辺三角形も見つからない三平方にも気づけないわけですよ。なのでちゃんとねこういったところを意識するっていうのはすごく大事なのであっちこの図じゃないんだなと思ったらまた新しく別の図を書き直してくださいこうやって別の図を書き直すそんな時間ないよといや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 あるんですよ。こうやって 全然成り立ってない図で考えるから余計な時間食ってるんですよだからなるべく早くパッパッパッとフリーハンドで綺麗な図を書き直した方がむしろ早く解けるので遠回りのように見えるもうこの2つが遠回りのように見えるんだけど結果早くなるから解く時間は。あのね、皆さんがね時間を失う多くの理由は止まってる時間なんですよこれどうやって解けばいいんだっけ、えー、みたいなね。 で時間が短いからめちゃくちゃ焦ってくるわけですよでまた余計なミスとかしちゃうわけですよとにかく大事なことはちゃんといつも通り解くところなので図もね何個も書いてください何個もです。であの結構さこう図が複雑になっていったりとかするじゃないですかどん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 書き込んでいけばさこう図が複雑になっていってこの辺の三角形に注目しなきゃいけない時はやっぱりねこの辺にちっちゃい三角形をちょっと抜き出してちょっと大きめに書いて抜き出してねここにえなんか4とか3とかねなんかそんなことを書くようにしていってください。いいいいいでですかかかこうやって細かい図でいいから 何個も何個も書いていくっていう方が結果的に早く解けたりとかするので図は何個もねこの書くっていうのを是非意識してくださいねさあ続いてですね1分分でで方針が思いいい浮かかばなっったら塗塗りり逃逃げげててう風に書いてますね1分で塗り逃げとまあこれちょっとね条件付きな部分があるので詳しくちょっと説明していきますがまず1分で解け,ると解けなきゃ塗り逃げじゃないですからね1分で方針が思い浮かばなかったらです。分考えて ダメだどう解いていいか分かんねえみたいな、ね、こういう場面ってたまにあると思うんですよね。もうそのの時には一旦答え塗塗っっててかからら逃げましょう、ね、塗ってから次の問題ですでなんで塗ってから次の問題なのかっていうともう皆さんもね共通テストの数学解いていたらさもう時間が足りねえっていうのを結構実感してると思うんですよ。だからもうね一回飛ばして後の方の問題解いていってもこの問題に戻ってこれない可能性ってあるわけですよ。だけけど1回塗っておけばさ 一回塗っってておけばあの合ってるかもしれないいわけじゃななですか、まあなので一回塗ってからちゃんとね次の問題、えー、次の問題っていうふうにね飛ばしていきましょうねってことねだから1分考えても解き方が何も思い浮かばないもう手が出ないっていうふうになったら塗って逃げましょうねってことねただし例えばだけど大門の前半の方ねなんかもうああいいぐらいのところで止まっていて やばいこれが解けなかったら残りは全部解けないからよし適当に塗って塗り逃げだとかでそれはさすがにアホっす、えー、そうじゃなくてもほ,ほぼほぼ後半の方の問題とかあの前後の問題と関係のない問題ねか例えばだけどよくはさ必要十分条件の問題とかあるじゃないですか P が9であるための何条件ですかとかね何、えー、だあの必要十分条件必要条件なるか十分条件でない十分条件だけで必要条件じゃないどっちも違うみたいなのがあったりとかした時にさ 大概ははどっっちかかかの真偽は分かったりとすするわけですよね例えば Q ならば P は思い浮かんだんだけど P から Q は真になるのか偽になるのか分からないっていう、まあ、こういう場面ってあったりとかすると思うんですよね。ということでもうこうなった時点で P は必要条件か必要十分条件かの二択になるわけじゃないですか。 だこの問題がもしね2点の問題だったらもうこれどっちか塗ってしまえば期待値としては1点手に入るわけですからもうなんかもう1点だっていいいうに思えばいいわけですよ、ねまあ、本当は0か2なのでねそんなことはないんだけれどもあのこういうふうにある程度ねもう答えが絞れるものがあったりとかすると思うんだよねデータの分析とかさあの辺はさ。 まあなのである程度も答えが絞れてもここから先どうなるか分かんないという時にはこういったところをぜひ気をつけて欲しいいかなと思いますであとはね、まあ、これに付随するものなんだけれども本当にね方針が思い浮かばない時でも適当に例えば x に何かしらの値を代入するとかね n が1の時2の時3の時を実験してみるとかそういったことをするだけでも答えが出たりとかするケースってあるわけですよ。 例えばあの数と式の単元のところであったりとかね方程式とかがねこう絡んだ問題であったりとかあるいはねあの数列の問題とかねあの一般項求めなきゃいけない時とかに n=1n=2n=3 とか実験していけばあの連立方程式解いて答えが出ちゃったよみたいなねそんなものもあったりとかするわけさ。ねまあ、なのでそういったものをいろいろ試してあ,のある程度答えの候補を絞ってからねあの塗ってあげると。 正答率が高ままるかなと思いますであとはこれにまた付随していくもの、まあ、全部付随するんだけどねオチを見るとオチあのね結構共通テストの問題解いている時ってあの最後の最後まで読んでおくとある程度ね あ最終的にこういうものを求めたくって今この問題があってこの問題があってこれがあってこれがあってこれがあるんだなみたいなことが結構ね分かったりとかすることもあるんですよ。なのであのま,ずまずはねこの「大物」の全体を見て通して何を最終的にするのかなっていうのはざっくり見た方がいいと思います。 もちろんね、ざっくり見てもわからない問題とかたまにありますベクトルの問題とかね結局最後何やりたいねんとかっていうのが分かんなかったりとかするものもあるのであの一概にねあの全部が全部に適用できるわけではないんだけれども先の方を見ておくことで実は前半のヒントになったりとかするケースもあるのであの詰まったらねオチを見るとあの全体問題の全体像を見ておくってことは非常に大,大切かなと思いますで。僕はね、共通テストの、 打って詰まる原因の一番の原因因のの番これだだと思うんだよねタイムラインのズレ TL って書きましたけどタイムラインのズレこれがね僕はおそらく共通テストを克服共通テストで高得点を取る上で最も大切なところなのかなと思っているんですがあのね タイイムラインがずれてるんですよ僕らが実際に解いているタイムラインというか解いている記述がこんだけだとしたら共通テストは、まあ、こことこことここの部分だけがこう問題文に書かれていてで「えー、あい,い」なんですかみたいな感じでねこう聞かれたりとかしているわけですよ。まあ、つまりなんだろうな言ってしまえばこれ読んでいてなんか例えばこう「寄ってあい,い」とかって書いてあってもさ寄って「えなんやねん」とかってあったりとかするじゃないですか。え よってこの上の話からよって何でこれが出るんだろうとかってあったりとかするんじゃないそれって簡単に言うと隠れてこのよってに至るまでにあと5行ぐらい計算しなきゃいけないものがあってだからこうだよねっていうふうに答えが出てくるんだけれどもここの部分が見えてないから詰まったりとかするわけですよ。 だから結構、ね、こう問題文読んでいてあ詰まったなと思ったら実際にこう解いているタイムライン解かなきゃいけないこの記述量とここの問題文の記述量が多分見合ってないはずなんですよ正しく解けている人は、ね。 なんかよくあるじゃないですかねなんか、えー AB、イかー a b んとか、えー、BC= イコールなんとか、えー、CA= イコールなんとかって書いてあるのに三角形 DEF の面積はみたいなねな何とかですみたいなのがあったりとかするわけですよだここにはやっぱりねこう5行分ぐらいの計算が集約されていてこう前半をヒントにしてこうやって解けるでしょ解いたら答えが出るよねみたいな感じになったりとかするわけね。このタイムラインのズレっていうのをぜひね演習を通して意識していってほしいなと思います。 だから自分が解けなかったときにあこのもも問題というか、ね、問題文に書かれているこの書き方の中で自分で埋めなければいけない数式や記述があったんだなと理解をして解き直しをしていくと少しずつ,少しずつ、ね、こう解き方が改善されていくんじゃないのかなと思います。はい ここういいいいっったととろを、ね、ぜひ意識していってしててほかなと思います、ねはい、で最後に、ねまあ、時間の目安なんだけど全問分と書きましたで、まあ、これ何でなのかっていうとちょっとねあの70分だと計算しづらいのであえて、えー、2B の60分の方でお話をしますけれども、まあ、基本的に第1問第2問第3問第4問っていうのがあって、まあ、正確に第4問第5問解いている人の方が多いと思うんだけどね確率統計飛ばしてると思うからねまあまあいいや1 2 34って問が4つあったとして配点が30点30点20点20点なわけです。 配点はってことはまあ100点のうちの30点ってことは時間で換算,換算して考えていくと30%の時間を使っていいはずなんですよねだから18分は時間を使える18分は時間を使えるとで20点20%の時間を使えるから12分12分を時間に当てるっていうふうなイメージになると思うんですよね。まあ、なんだけどベクトル12分でなかなか解けなくないおそらくね。 解けないと思うんですよなるべくここの時間を削って こっちの方に回していいかないと3分ずつ削ってこっちの方に回していかないとなかなかね数列とかベクトルを12分とか15分で解くことって難しいんじゃないのかなと思うんだよねだから回転上はめちゃくちゃ大きいんだけれどもちょっと残念ながらねこの後半の方の大門はかなり時間がかかる人が多いのかなと思いますのでなるべくここの部分で前半で削って後半に回していくとそういった意味でね全大門15分がいいかなと思っていますで。共通テストの 1A だと時間が70分になりますプラス10分できるので、まあ、本来だったら3分3分2分2分、えー、追,加追加できることになると思うんだけれども、まあ、それでもね、まあ、こっちが17分になると、まあ、こっちが18分になるんですが、まあ、大体17分ぐらいで、えー、覚えておくといいのかなと思います。はい、でそうは言ってもな、ね、なかなか この時間内に解ききれなかったりとかすると思うので結構ケケーーススバイケースではあります、まあ、だからさっき言ったねこの1分で方針が思い浮かばないとかっていうのは結構大事な要素である程度そのブロックの時間を意識しておかないと。 結局さ最後の方にだった時にこの問題解けたのにうわもったいないとかで終わることがやっぱり惜しいのでこの辺のねざっくりとした大問の時間配分っていうのは是非意識しておいてほしいかなと思います。はいということでこの解き方をですねある程度理解をした上でじゃあどんな勉強をしていけばいいのかっていうのを次に話していきます。こっち行きましょうさあ続いて勉強法についてなんですけどまあね今解き方を紹介したんですけれどもやっぱりね共通テストってこの慣れてないっていう部分で得点を落としてる人って非常に多いのね。でまあ あととは単純に実力が足りないと、ね、そもそも数学があんまりできてねえからあの点数が伸びてないっていう人のまあたいどっちかなわけですよね点数が伸びない人っていうのはね。でそれを判別させるためにですねまずは実力チェックっていうところで時間無制限で過去問でも模試でもあのなんだ問題集でも何でもいいので。 あのパックでも何でもいいのでねあ一回解いてみるといいと思います時間無制限で一回ねで、時間無制限で例えば70点取れるんだったらあなたは70点取れる実力はあるんですよ単純に解く時間が遅いと解き方が悪いから時間内に間に合ってないだけであって練習をすればきっと70点は安定して出せるようになると思うんですよねだけど時間無制限で解いても30点ぐらいしか取れない人は共通テストの形式うんぬんじゃなくてまだ全然多分数学の基礎力がね足りてないと僕は思います まなので、ね、数学の取説を使ってですね最後の最後1か月でバッと詰めてみてくださいあの、まあ、数学の取説セツを、ね、全部ちゃんと終わっていれば 1A だったら多分70点は取れるかなと、えー、80点ぐらいいけるかな80点ぐらいいけるのかな 2B もね多分80点ぐらいはいけるんじゃないかなと僕は思っているので、まあ、ぜひねちょっと時間無制限で解いてまずは実力をチェックしてみてくださいでその上でまだねあの全然ちょっともう30点とか20点ぐらいしか取れないよっていうのだったらそれはもうまだ数学の力が全然足りてないのであの改めてですね てもいいのでね問題集自分が今まで使い慣れたものでもいいのでやってみるといいかなと思いますただ今まで使い慣れたもの使い慣れるぐらい使っていたのにもかかわらず20点しか30点とかしか取れないんだったならば多分ねその問題集合ってない可能性ありますよ難しすぎるとかね量が多すぎるとかっていう可能性があるのでああのまあ、この動画に出会えた縁をきっかけにですね数学の取説に取り組んでみるのもいいのかなと思います、まあ、話はそれましたので戻りましょうで実力がある程度あるなだけども時間内に解けないなとかねまだまだもうちょっと点数伸ばしたいなっていう人 はぜひね過去問の演習に取り組んで欲しいいかなと思います、えー、過去問はねまあ、僕はおすすめなのはこのセンター試験過去問レビューってやつですねこの辺にきっと出てると思うんですけれどもねこの辺多分出てると思うんですけど、えー、まあこれがおすすめですまあねあの高0千何十円ぐらいですよねまあ高々っていうのもあれなんだけどこれ30回分ぐらいの試験が入ってるんですよ。で 1,000円ちょい、まあ、約1,000円で買えるってなったら多分破格の値段だと思うんですよね30回分で1,000円ってね相当多分安いと思いますので、まあ、ぜひねこれを使っていただけるといいのかなと思います。でどういう使い方をしていくのかっていうと2014年までは単元別ののの問題集ととしてて使ってい,くのがいいいいくがかなな思いますえなんで2014年までなのかっていうと2014年まではねあのデータの分析とかなかったんですよ。 あ,のあと整数もね独立した単元として共通テストで出るってことはなかったのでここはもう2014年まではただの単元別の問題集として切り取ってしまえばいいかなと思いますひょっとしたらね2014年以前があの収録されてないケースもあるのでねセンター試験去問レビューにしても他社のものにしてもそうですけれども2014年までのものがもし収録されていれば単元別問題集として使っていけばいいかなと思いますで単元別問題集っていうのはどういうことなのかっていうと例えば苦手単元ベクトルならベクトル数列なら数列 が苦手だったときにまとめて演習するんです。まとめて。例えばだけど、ベクトルが自分は苦手だともっともっと問題解かなきゃいけないなってなったら。ベクトルだけ何年分も解くんですよ。もう一気に一週間、例えばもうこの一週間はベクトル強化週間だみたいな感じで決めて。朝ベクトルを15分解いて、15分で解き直しをすると。それを一日二セットやると。で五日間やったら、ベクトルだけは十年分解けるわけですよ。こういうふうにね、一気に何年分も解いてみてください。で、そうするとね、意外と、あの。あ 同じようなこと聞いてるなとかねあ同じようなあの考え方使うんだなっていうのが、ね、見えてくると思うんですよね。 まなのでで苦手単元は一気にまとめた方がいいですあのベクトルやって数列やって三角関数やってっていう風に混ぜるんじゃなくってもう3日なら3日5日なら5日とかで一気にギュッとねまとめてやってしまった方がいいかなと思います。えー、こういう風にねあの単元だけ1個絞れば一気に何年分も10年分も解くって大変じゃない共通テストの数が10年分解けるっいうのは大変なんだけどベクトルだけ10年分だったら意外と簡単にできるわけですよ。こういう風に単元別の問題集として是非ね使ってみてほしいかなと思います。でここにも書いてあるんだけどね もうこれがねもう問題演習をする上で一番大事なこと答えなんかどうでもいいんですよマジでいや共通テストって答えが合ってなかったらマークでねマーク式なので答えが合ってなかったら意味ないじゃんと思われるかもしれないけれども本当にその通りなんだけれどもだけど演習の時は答えなんかどうでもいいから解き方を本当に見てください解き方がまずいから時間内に終わんないんですよ解き方がまずいから点数にブレが出るんですよ たまたま合ってたりとかしてウェーイとかってなってるからいつまでたっても点数が改善していかないんですよいいだから合ってる問題だろうが間違ってる問題だろうが関係なくって解き方がまずかったならば解き方が解説と違ったんだったら絶対に解き直しをしてください,い,いその方法で解くことね答えが出たからいいじゃんみたいな感じじゃダメいい解き方がちゃんと方針と解説と一緒かどうかっていうのを見てください、まあ、ただしねその 解き方といってもやっぱりね共通テスト用の解き方っていうのは実際はあってその6分の公式とか3分の公式とか積分法でいうとねこういったまあ一発公式系もあったりとかしてそれを使うと早く解ける問題もまあ実際はあるんですよ。でそういったものはあんまりねその過去問集問題集としては収録されてないケースもあるのでちょっとそこはねケースバイケースの部分はややあります。 いや絶対にこれ自分が解いた解き方の方が早いよなうまく解けるよなだってこうだしって理屈がちゃんとつけられるんだったら全然それでも大丈夫なんだけれども多くの不正解の問題とか勘で答えた問題っていうのは絶対に解き方がおかしいはずなので解き方にもとにかく解き方もうとにかくここに注意をして解き直しをするようにしてくださいいいですか合ってたか間違ってたか関係ないからね「丸か×か」とかどうでもいいからね解き方が丸か×かをちゃんと見てくださいいい本当にここが重要だからね で2015年以降は一応今の家庭になっています。ただしあの共通テスト形式じゃなくて70分でもない60分なんですよね。まあもちろんねあの今年とか去年の過去問に関しては70一問は70分で解ける問題になってるんだけれども、まあこれらはまあある程度ね別に共通テストじゃなくてセンター試あの2015年ってこれまだセンター式ですからね。 あのセンター試験のものなんだけれども、あんまりね、共通テストとセンター試験で変わってる部分って。あの、まあ、まあ、あるんだけれども、な、ないです。まあ,あ、るんだけど。ないです。ない。ない。あのセンター試験である程度高得点取れるさ、共通テストもある程度高得点取れます。一部を除くけどね。ちょっとね、今年の二千二十二年の共通テストがちょっと特殊すぎて。ね、あの、なんか。 あの時間内に終わんねえよ。この野郎みたいな問題がいっぱい出たのでまあ、ちょっとね。あの今年2022年だけはあんまり参考にならないんだけれども。基本的には普通にセンター試験の問題の形式を踏襲しているものなので、あの60分時間を測って解くように。まあ、この辺は取っといてもいいのかなと思います。で、別にこの辺はね。2015ってこだわらなくてもいいですよ。あの、もうちょっと単元別問題集として使いたいな。例えばこの辺とかデータの分析とかないからさ。 データの分析はもうちょっと単元別として解きたいなという場合は例えばこれを2018年からとかにしてもいいと思うんだよねだから1819202122で5年分もあるわけじゃないですか、えー、追試本社を合わせれば10年分あるわけですよねっていうふうに考えてしまえばまあまあまあ2018からとかっていうふうにしていってもいいのかなと思います。 で一応です、ね、2015年以降の追試本集の各大問の解説っていうのは、えー、この数学英語の取説のチャンネルの、えー、再生リストにです、ね、全部載っけてますあのおそらく抜けはないような気がする多分あのもう僕も何年も前に撮ったものなのでちょっと記憶いないのでもう一回ちょっと確認します多分全部あると思います、えー、全部あると思いますので問題演習をしていてねあら分かんないなこの問題っていうのがあったら是非ね2015年以降は、えー、僕らのチャンネルの動画を見ていただけるといいのかなと思いますということで、えー、かなり昔の問題は単元別の問題 としてて使っていき、えー、まあ近年の問題直近56年ぐらいの問題は実践演習形式で問題を使っていくといいのかなと思います。でやる気ありまくりやる気がありまくってですねなんか日本語おかしいなやる気がありまくったおかげでですねもう全部終わってしまったとか過去問も通しても全部終わったよっていう人ねあんまりいないと思うんだけどもしそういう場合は、まあ、例えばねこういうあのー なのかな。ええー、と、予想問題集みたいなもの。えー、まあ、河合塾だったりとかですね。駿台さんだったりとかね、こう、いろんなところのものが出ていると思いますので、まあ、こういったね、あの、問題集を通して、あの、オリジナルの問題に触れる、過去問以外の問題に触れるっていうのもいいのかなと思います。で、まあ、過去問を買うにしてもね、まあ、こういう、その、なんていうの、この実践。 形式の問題集を買うにしても、まあ、ややお金はかかると思うんだけれどももを回受けるものに各1,000円ぐらい1,000円ちょっとぐらいで買えるものって考えると例えば過去問と 1A の,、えー、の問題集と 2B の問題集と黒本ですよねえー、揃えたとしてもさこの3つ合わせても5,000円いかないわけですよた多分5,000円いかないと思うえ5,000円いかないんですけれどもそれってもうもし1回分ぐらいなわけですよね。もし1回分ぐらいの値段でもう何年 年分も過去問解ける過去問というかね実践形式の演習ができるって考えたらだいぶお得なのであのぜひねまあ、この辺はちょっとねあのお家の人にお願いをしてあの問題集を購入していただけるといいんじゃないのかなと思いますはい、えー、まあこの辺はねちょっとねあの時間やお金もかかってしまう部分はあるとは思うんですがやっぱりねあのここでしっかりと結果を出すっていうことがすごく大切だと思いますので、えー、ちょっとねそこはあの皆さんお家の人にお願いをしてみてくださいで最後になんだけどまあ僕がねあの試験 本番で,です、ね、感じたこと、数学に関係ないことなんだけどあの、ねまあ、これをまた直前期に、ね、動画を出したいなとは思ってるんですけどとにかく、ね、もう試験会場で答え合わせとかすんな 1A 終わった後お昼休みがあって 2B に入るんだけれどもその間に、ね、友達とか喋らない方がいいですよあの答え合わせとか絶対しない方がいいですもう終わったんだからその試験は 2B のこと考えてください。ね、2B の問問問題ををでででもも多多くく解き直しすするねあの 正解をするっていう,こう気合を出してですねあの友達が話しかけてきたらごめんちょっと俺ご飯食べてからあのもうすぐもう一回ちょっと復習したいからあの1人させてっていうふうにね言ってしまおう。な それで,なんでお前みたいなやつはこんなやつはもう友達でも何でもないからもう即縁を切ってしまいそんなやつはねあの自分のためにねしっかりと時間を使ってほしいので是非ねそういったところは意識していってほしいかなと思いますであとあの僕もね当日本番あの試験を受けて本当に思ったのまあ周りみんな高校3年生がねいてまあ老人生とか高校3年生がいてね僕も試験受けるんだけど「よい始め」っつったらねしゃあ ガリガリガリって始まるんだけれども本当にね全ページ見直す人がね全ページ1回ちゃんと見てから問題を解いてる人が本当少なかった僕のいた教室だけかもしれないけど別にキョロキョロしてるわけじゃないんだけどページのめくる音とかさもうみんなの背中見てれば分かるじゃないですか。 あのやっぱね多分みんな言われてると思うんだよね一番最初に数学1じゃなくて数学 1A になってるかどうかちゃんとチェックするなどそのためには問題最後まで見るんだぞって言われてるはずなんだけど試験本番になったら忘れてるからでこういった癖もやっぱりね普段の例えば問題演習とか、まあ、問題演習の時にはできないんだけど例えば普段受ける模試の時とかねにそういったところは気をつけていきましょう。やっぱり、ね、練習ででででききなないいことは本番でできないから 常に本番を想定して今これがもし本番の日だったならばちゃんと自分は高得点取れるのかっていうふうにちゃんとマインドセットしてからあの、ね、問題演習をしていってほしいかなと思います、まあ、この動画がです、ね、皆さんにとってです、ねまあ、5点とか10点とか、ね、こう点数がアップするそういうきっかけになってくれたら嬉しいなと思いますので、えー、忘,れないこ忘れたところがあればちゃんとメモをして是非、ねえー、問題演習していってほしいかなと思います。えー、共通テストままで、ね、残り期間少ないいいかと思いますけど、えー、頑張ってください